よし、行くか。見てほしいものがあります。はい、そこに送ります。何でしょうか？どういう系？なんか風物詩的な。あ、よせや！ねえ、マジでやめてほしい、俺これ。よくないですが、あれ、推しが尊い草エクラン高木。歌詞動画だよ、やっぱりこりゃ。高木の歌詞動画、素晴らしいじゃないですか。俺、クッしたからな、こいつ。は？やばいって、それは。それはやばいよ、お前。こういうのマジでやめてほしい。それはやばい。俺、これは絶対にやんないでって言って、これやったら俺はブロックする、絶対って言ってるんで、これだけは本当にやめてほしい。地域めっちゃ流行ってたよ、これ。そんなに嫌なの？歌詞動画。歌詞動画作って俺に。あのさんのやつ。いいと思いますけどね。嬉しくないだって普通に。嬉しくないけど。嬉しくないだろ。まあ、ここまでさ、応援してくれてるってこと。死んだふうには見せられてるのか。まあ、それは死んだふうになってるのは、まあ、勝手に殺されるのは、まあ、不甲斐ですけど。ネタに走ってくれんならいいけど、なんか、自分の顔使われて、すごいいい BGF に自分の顔が流れるみたいな、恥ずかしいですよ。アイドルとかだったら全然ある話です。俺らはアイドルじゃねえ。アイドルじゃねえ。俺らはアイドルだよ。たもともアイドルだけど、俺はすげえ。俺はアイドルだよ。みんな押してね、俺のこと。推ししか勝たん。誰か玉尾さんの歌詞動画作ってください。俺の歌詞動画作れ、おい。推ししか勝たん。玉尾さんの歌詞動画はいいけど、俺の歌詞動画やめてくれ。かも、こういうやつらって YouTube のコメントなんて一回も見たことないんだよな、俺。しかもさ、なんかさ、ペガサスってさ、結構なんか出回ってる顔無表情だから、ガチで死んだ人みたいになるんだよな。しかもなんか白黒なの。あと、小岡さんのやつもなんか死んだ人みたいになったし。あ、そうなんだ。曲がなんか。小岡さんのもあるんだ。じゃあ、どういう動画作ってほしいの？いや、まず、音楽ですよね、音楽。例えば、西野カナとか、あいみょんだとか、ああいうなんか心に来るラブソングみたいのを、バックに流して俺の顔を流すのは、マジでやめてほしい。やめてほしいのか。てかやめろ。本当になんか恥ずかしい。めっちゃ恥ずかしい。いいじゃん、それぐらい愛がある。愛がある。ないやつじゃないから、ラブソングをバックにかけられて顔面を流される。恥ずかしい。顔面を流される。じゃ何だったらいいかさ、言ってあげなよ。めっちゃふざけてる感じのマットみたいなのとかやったら面白いですけど。それもはやマットじゃん。ケンタロウ、ケンタロウ頼んだ俺を。アス。アス。アス、ほら、まずいだろ、お前。ちょっとさ、今日さ、さあ手が空いてそうな人となんかあれできない？俺なんかフォートナイト上手くなりたいよね。ゾンウォーズとかゾンエンゾンウォーズとかアモンガースやりましょう。アモンガースやりたい。俺はどっちでもいいですけどね。呼んだら多分来てくれるかな。じゃあどっちもやりましょう。今からやって10時半ぐらいまでフォートナイトやって人がそこまで付き合ってくれるかっていう。申し訳ねえよ、それは申し訳ねえ。付き合ってくれ、付き合ってくれる、あいつは。だって自分がやりたいものだったらやってくれるもん。なんか最近やりたいものだったら何もやらないよ。ワイルドホークンとかずっとアモンガやってる。ワイルドホークン、ワイルドホークン、なんかかっけえな、ワイルドホークン。なんかすげえもんぶら下げてましたね。前すげえもんぶら下げてた。すげえもんぶら下げてそうな名前だなって。ホークくんのでかかったっすね。え、ガチでそれは。俺見てないっす。なんだ、見てねえのか。俺らでさ、銭湯行ったのに来なかったんだよ、一人だけ。え、っていうことはシュート君、リザーとボブ君、俺、マウフィン、ルビ君で、みんなで行ったのに、あいつは来なかったんだよ。次、絶対なんか温泉旅行とか行きたいんですよ。そういう時に話して。もう逃げれん、それは。逃げられない状態を作ってる。多分でもね、ビッグだと思うよ。恥ずかしい、多分、今のね、年頃見せにくいんだと思うけど。いや、誇った方がいい。大人になったらね、もうそれ逆に。小さい方がうってなるから僕は魚肉ソーセージの 1.3 倍ぐらいですね。わかりづれ。嘘やろ。やべ、俺今部屋の窓開けた。 1.3 倍やばい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 。怖い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 。親来た。いや、お前俺の声を聞いてから親がここの部屋に上がってくるまでのスピード早すぎる。俺の親の歩行スピードバグってんの相当怒ってるよ。やります。どうしよう。え、じゃあアモングかエンドゾーン、どっち入れます？じゃあ、パンチで壊れた。いや、でもフォトナイトか。俺めっちゃ高いんだよね、やっぱり。タモさんがやりたい方でいいんじゃないですか。今度その次回言い方がやろ。まあ、タモさんのやりたい方でいいんじゃないですか。タモさんがリーダーですし、まあ、タモさんがやりたいやつだやればいいんじゃないかって思った。うぜえな、なんかお前ら。確かにタモさんがリーダーなんで、まあ、タモさんが楽しければそれでいいよ。あまりよ、タモさんやるぞ。ショットガンタマやろうとして、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 ショットガン現在どうせ、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 これ。誰もくれねえ。いや、落としたぞ、俺やる。いや、俺拾ってないです。ああ俺の部屋の玉減っただけやん、これ。俺は拾って、誰かが拾いました。あ、そういうこと。ないわ。部屋の玉拾ってないっす、俺。ないわ。ほねやくんの今日の給食は？コロコロコミック11月号発売中！いやいやいや、突然すぎるだろ。今日給食は、普通のご飯と、豆腐ハンバーグと、
豚汁となんか小松菜のなんとかを何も変哲もない給食だな。いつやります？どうしよう、変哲もない給食っておもろい。この10時ぐらいからやるか。ボクシング CH ローこの家。ボクシング CH ローボクシング CH いるかな。これボクシング CH カットしましょう。ナイス。ちょっと待って、やっぱゴルフしかやってないんで多分弱いっすね今。言うね、強かったね昔だけど。だいぶ昔と変わったよなそこら辺。強い人たちがなんか塚賀さんとか、そういうなんかソロスクとかそういう系のなんか、その人たちにまあ共通していることは大人ってことなんですね。あーやっぱり大人弱いゲームですかこれは。いや大人が弱いゲームというか、うん、まあ弱いっす。弱い、ね、お前らもないずれか大人になるんだぞ。大人が弱いゲームではなく、うん、大人がただ弱いだけなんだ。大人がただ弱い。ちょっと練習を怠った人たちが大人。まあなるほどね。まあ俺今となっちゃもうスパガより上手いと。わかんないっすね。戦ってみたらどうですか。あータイマン。タイマン申し込むかスパガに。でも今 DM で送ろう。わタイマン。スパガ最近何してんだろうな。家にそんな連れ込んだの。赤さんなんか部屋に中3の女の子連れ込んでねえかな。やばすぎるそれ。アウトすぎでしょ。なんなの未成年が好きな人は。スリリングなんじゃないですか。スリリング。あスリリングな。いけないことをしてる感じがいいのかなやっぱり。えヌメモンの周りにそういうなんか友達でまだ未成年の頃そういうことやってる人いた？中学の時に大学生と付き合ってる人とかはいましたけど。え中何で？だから14歳とかの14歳が。中2じゃん。だから今コノヤと同じ同級生の人たちが大学何年生だったかな。でも普通に肌つかれてましたね。じゃあコノヤが大学生と付き合ってるみたいなもんや。あそう。でもあと普通にバイト先で高校生と30歳は付き合ってたりとかはありましたけど、普通に考えてあの時は30歳はまだいけるやん、大人だなって思ったけど、中学生と大学生の方がやばい。誘ったんですよ。もう何人かやるんですけど、高木 NG の人がいて高木くんとやりたくないみたいな高木とやりたくないからやらないって。誰が2人いた。ガチ NG じゃねえかよそれ。絶対来ないだろ。思ったからだろ。さあ当たり前だろ。ガチ NG。よっしゃ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 。まだあるやんと思われて。お前にムカついてるもん今。どーまいえ。しばらく謝り続けるしかないなこれは。謝り続けても治んないですあれは。関わりたくないみたいな感じ。多分そうだと思う。いやだろうな。あれで許せたらもう寛大すぎるよ心を。あやばい、変な街で終わった。嘘でしょ。金ポー、私ぶっつってドッキリをしていました。金ポー、俺の金ポー、ここにいるだけで金ポー。聞いてください、今私ドッキリしてたんですけど。え、どんなドッキリですか。何でしょう。いや、ボーライブもないから何もわからない。二人しかいないんで、なしで。二人しかやる人がいないっす。じゃあなしで。じゃあアモンガやりましょう。アモンガ。アモンガ逆にやる人いないよ。俺もできないし。なんかお手伝いする。人数でできないさ。あ、お手伝い入れてやろう。なんかさん。やっちゃったな結果。で、今日な。実はパッドでやってましたドッキリなんですけど、これちょっと分かんないもんだって。しかもさ、最後のラストキルさ、めっちゃ泳いで超無防備なやつにさ、全然やる当てられなくてさ、お前見てたんかあれを。だから別にさ、コントローラーっぽいエイムとか言うわけでもないしさ、マジもう分かんないもんない。最悪なドッキリだよこれ。おお、負け。ほら帰ってけ。シブハルからなんか帰ってきたんだよ。いや、そうみんな返されてんね、俺の周り。俺は返されてないんだよ。ついてないんだよ。いや、多分ついてないんだと思う。さすがにそうでしょ。逆にそれ言ったら俺、鈴木ゆうだろ。え？なんか、ゆうたさんやばいよ。なんか、殺害欲とか、なんか、自分のなんか、名前とか使われてやられたり、なんか、ゆうたさんの生き方を間違えて、なんか、殺害欲とか、いろんな迷惑なものを送ったりして、なんか、ニュースになってました。ちょっと何言ってるかわかんないよ。そうじゃあ完全なカットですね。勘違いという表札がついてる、うん、全く関係ない赤の他人の家にとゆうたの実家だって勘違いした人たちが、さすがゆうたとか放火とか、あと着払いでご飯とか、まあいろいろ迷惑行為をして、うん、ゆうたが今それについてぶち切れてる。でそれがニュースにもなってるって。普通にやばいやつやん。でまあゆうたのリスナーってナンチェイミンとか2チャンネルのやつらだからな。ニコニコ勢のね人ってえぐいよね。何なんだろうなあれ。いやまマジで、あ、でもあの人たちは本当にいいんだけど、だけはマジで、はい、見て、マジで面白くない。おもろい時おもろいけどな、俺。ただのぷっくらしてる風船みたいなやつに。風船みたいなやつ。マジ
ね、